にちは、ベビーチャンネルです。今回はアイカツの一番くじプチをセブンイレブンで3回やってきたので紹介します。全部の賞にこのアイカツカードが1枚ずつついてきます。そのラインナップがこちらです。ドリーミークラウンのコーデ、ロリゴシックのコーデです。そして当たったのがこちらの C 賞、D 賞、E 賞です。まずは C 賞です。こちら何種類かあった中からこちらを選びました。新庄ひなきちゃんのガーゼタオルです。裏はこんな風になっています。 D 賞はスパイシーアゲハのリフレクターブレスレットです。透明です。つけてみます。止めるところがボタンになっているのでとても止めやすいです。つけるとこんな感じです。ちょっと透明なので夏っぽい気がします。次は E 賞です。こちらのアイカツカードクリアケースです。厚みがないので少ししか入らない気がします。中に入ったカードが見えるように表はここが透明になっています。次はカードを開けてみます。ではカードを出します。せーの、ハンサムバロン2杯ブーツが出ました。2枚目です。せーの、ブリカジプリティースカードです。ドリーミークラウンです。最後3枚目です。せーの、ブリカジプリティーブーティーです。あー、これのトップスが出てくれるのよかったなし。これがこのドリーミークラウンのトップスだったらドリーミークラウンのコーデが揃ってました。残念でした。映ってる。セブンイレブン限定アイカツ一番くじプチの紹介でした。バイバーイ、また見てね。